この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回はこの時期制作のピークを迎えている提灯作りをご紹介します。高崎市栄町の人形店光月です。こちらの店では6月から7月いっぱい旧盆用の提灯の制作に追われています。光月人形2代目社長の渡辺忍さんです。盆提灯は6月中旬から8月の半ばまでです。からお祭り提灯は10月から11月の秋祭りまでです。数は盆提灯約2000個ぐらい、それから祭り提灯は500個ぐらい作っております。今ではパソコンで印字するものもありますが、味わい深い手書きの発注も多いそうです。作業は火袋といわれる和紙の部分に文字や家紋を筆で丁寧に書き込んでいきます。この道35年以上という横内さんに、作業する上で注意している点について聞きました。はい、お盆に使う、特に荒盆に使う提灯に関しましては、個人ですとかご先祖様をお迎えに行くわけですから、綺麗な提灯で、いわゆる炭を他に飛ばしたりとか、そういうことのないように綺麗に仕上げることを心がけてます。出来上がった提灯は県内を中心に出荷されていきます。今ではヨーロッパなど海外からの発注もあるそうです。戦後間もない昭和21年に創業した光月人形、当時は多くの人形店や節句人形を売る玩具店などがしのぎを削る時代でもありました。そうした中、この提灯作りも始められました。もちろん今でも正月の羽子板に始まり、ひな人形、五月人形、鯉のぼりなども販売していますが、少子高齢化の波もあり、企業努力は常に欠かせないといいます。インターネットはご承知のように、どの世界も乱戦乱売です。安かろう悪かろうばかりが多いんですけども、私どもの商品はそうではなくて、お客様が納得していただける良い商品を企画立案して製作販売しております。こちらでは15年前から可愛らしい表情が特徴のプリンセスひな人形をはじめ、織田信長や上杉謙信といった武将フィギュアなどのオリジナル商品を開発し、人気を集めています。こうした商品や伝統的な節句人形を買い求めるお客さんの笑顔が、何よりのやりがいにつながっているといいます。おじいちゃんおばあちゃんが来て昔は買っておりましたが、今はヤングママが来て品物を選んでおります。ですから喜んでいただける、そのヤングママの顔を見て、こちらもその商品を揃え、また喜んでいただける顔を見ると嬉しいです。光月の提灯作りは今がピーク。お盆を過ぎると秋祭り用の提灯作りへと移っていきます。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。